フェリペ2世の人生は壮絶だった。生まれてから死ぬまでも壮絶だったが、生まれる前からすでに壮絶だった。フェリペ2世はあの、ヨーロッパ最強の貴族と言われたハプスブルク家の出身だ。ハプスブルク家ってオーストリアのイメージがあったけど、スペインの王様にもなったんだね。今回はそのあたりから説明していこうか。ハプスブルク家は、もともとはスイス北東部のバーゼル地方の領主だった。ハプスブルク家が最初に世界史の舞台に立ったのは、1273年に、ハプスブルク伯爵ルドルフが、神聖ローマ帝国の君主になった時であろう。オットー一世の戴冠、もしくはカール大帝の戴冠の時にできたと言われる神聖ローマ帝国は、かなり特殊な国であった。今日のドイツにできたこの帝国の皇帝は、今日のイタリアはローマにいるローマ教皇によって授けられるものであり、皇帝と教皇が常に主導権争いを繰り広げていた国家である。また、13世紀半ばにシュタウフェン朝と呼ばれる一族が断絶してしまうと、誰を後継者にしようか諸侯の間で大揉めに揉めた。1256年には、皇帝が建てられず、1273年までの間、大クイ時代と呼ばれる時代を、神聖ローマ帝国は過ごすことになる。ドイツの諸侯の間で駆け引きが行われ続け、誰がなっても誰もが損をするという状態になって、スイスの地方領主であった、ハプスブルク家のルドルフに白羽の矢が立った。優秀だったのかい？いや、凡庸で有名だったため、ドイツの諸侯は、こいつなら操りやすい、と思ったらしい。はてさて、我々日本人、というより、東洋人全般にとって、領地とは戦っているものという認識がある。しかし、西洋の貴族においては、その限りではない。ハプスブルク家は、戦いによらず領土を拡大していった一族なのだ。ちょっと何を言っているのかわからないのですが、ハプスブルク家には、多産という特徴があった。ハプスブルク家で最も有名なマリア、テレジアなどは、生涯で16人もの子供を産んでいるぐらいだ。神聖ローマ皇帝を輩出したことで、一挙に有名になったハプスブルク家は、生まれた子供たちを有力貴族と結婚させまくった。その結果、ヨーロッパのかなりの土地がハプスブルク家の領土となっていたのだ。その結果、カール5世の時代にはスペイン、ドイツ、オランダ、イタリア諸都市など、欧州のかなりの部分が領土となっていた。そしてこのカール5世の子供こそが、今回の主役であるフェリペ2世なのだ。フェリペ2世は、1527年、神聖ローマ帝国皇帝カール5世と、ポルトガル王の娘であるイザベルとの間に生まれた。先ほども言った通り、カール5世が持つ領地は凄まじく広く、神聖ローマ皇帝以外にも、このような肩書きを持っていた。お金持ち相応だねー。カール5世には、これまでのハプスブルク家の、すべてが詰まっていたと言っても良いだろう。ただ、領土が広い分消耗も激しく、カール5世の生涯は、戦に費やされた人生だったと言える。特に東からの脅威、スレイマン大帝率いるオスマン帝国の圧力は凄まじく、1529年には、ハプスブルク家の本拠地とも言える、ウィーンを包囲されるまで追い詰められる。だが、ウィーン包囲網を解いた後、スレイマンはトルコに帰っていき、その後は東方のイランに遠征しに行ったため、その圧力は弱まった。ただ、カール5世の敵はオスマン帝国だけではなく、フランスとの間にはイタリア戦争が行われ、国内ではルターの宗教改革の余波でカトリックとプロテスタントが対立し、平和とは程遠い状態で、1556年この世を去った。カール5世の死後、フェリペ2世はオーストリアを除く領土を継承し、そして翌年の1557年、最初の、破産をした。いや、なんで？スペインめっちゃお金持ちやん。コロンブスとかアメリカ大陸ついて、金山とか開発してたやん。フェリペ2世もびっくりしただろうね。古今東西、大富豪の資産を見たら、実は借金まみれだったというのはよくあることさ。入る金が大きくなれば出る金も大きくなる。カール5世は、コロンブスを支援したあのイザベラ女王の孫にあたり、大西洋貿易の利権を一手に握っていた。
特にメキシコで開発されたポトシ銀山の存在は大きく、そこで生産された銀が大量に欧州に流れ込むと、価格革命と呼ばれるインフレが起きてしまった。要は銀が増えすぎてしまったのだ。さらに、スペインの貿易の利権を狙って、イギリスやフランスなどが、海賊を支援する試薬船の横行もスペインを苦しめた。銀の輸入によるインフレ、海賊船による被害、オスマン帝国やフランスとの戦いによる歳費など、スペイン王室の財政状況は深刻だったのだ。その結果が即位の翌年に破産か。ちなみにだが、カール5世が死んだ後、弟のフェルディナントがオーストリアの領地を継いだため、ハプスブルク家は、スペインハプスブルク家と、オーストリアハプスブルク家に分かれてしまう。さて、あまりにも広大で、しかもとびとびな領地を継いだフェリペ2世は、各地域を円滑に収めるために、副王制度を導入した。副王制度？名前は行領氏が、ローマ帝国における総督みたいなもので、中央政府から各地域の行政の長を派遣することで、中央集権的国家を形成しようとしたわけだ。フェリペ2世が副王制度を導入したことが、ヨーロッパにおける絶対王政の始まりである、と考える人もいるぐらいだね。スペインというのは割合貴族が強い力を持っていた土地なんだけど、フェリペ2世からは王室が強い中央集権国家になったと言える。これは、地方分権的な中世から、中央集権的な近世への転換点であったと言えるかもしれない。フェリペ2世は、既得権益者の影響を減らすためか、都を新しくマドリードに移転させた。これまでスペイン王室は、首都、を持っていなかったが、フェリペ2世以降、スペインの首都はマドリードとなった。さて、スペイン国王となったフェリペ2世には、やるべきことが山のようにあった。1559年、フェリペ2世は、父の代より続いていた、フランスとの間のイタリア戦争を終わらせるべく、フランスの王家であるバロワ家の娘、エリザベート、と、バロワと結婚し、加藤、カンブレジ条約を結んだ。ちなみにこのエリザベートの母親は、カノカトリーヌ、と、メディシス、すなわちメディチ家の出身であり、大貴族同士の結婚でもあった。さらにちなみに、フェリペ2世は二人の妻に先立たれていたため、これが三度目の結婚となる。最初に結婚した相手はマリア、マヌエラ、で、ポルプガルという女性で、母イサベラの姪であった。フェリペ2世は、幼き頃に母を失っており、結婚相手には母同様ポルトガル出身者を望んでいたと言われている。二人は愛し合っていたが、残念なことに、マリアは最初の子カルロスを産むと、その負担に耐えきれなかったのか、四日後に死んでしまう。悲しい。次の結婚相手は、イングランド女王だったメアリー一世だ。スペイン王とイングランド女王が結婚するなんて、もはや無敵じゃないか。フェリペ2世は結婚時はまだスペイン王じゃなかったけどね。ただ、二人の結婚を決めたカール5世は、ゆくゆくはイングランドもハプスブルク家の領地にしようと目論んでいただろうね。この結婚には、だから多くのイングランド人が反対した。ちょっとややこしい話なんだけど、メアリー1世の父親のヘンリー8世は、ローマ教皇に喧嘩を売って、独自に英国国教会を立ち上げてしまった人でね。イングランドではカトリックと国教会の対立が激しくなっていた。国王の権限が強くなっていたこともあって、イングランド国内では国教会の方が優勢な状態になりつつあったんだ。ただ、フェリペ2世はバリバリのカトリック教徒だった。このことが、世界史を大きく変えたとも言える。ややこしいので時系列的にまとめるとこうなる。フェリペ2世とメアリー1世が結婚するということは、イングランド国内で国教会の力が弱まり、逆にカトリックは復権することを意味する。これは、イギリスの歴史を大きく左右する分岐点だった。結論から言おう。メアリー1世は、国教会の変化を虐殺した。そのあまりの無慈悲さに、ツイッターだなが、ブラッディ、メアリー、だ。メアリー1世は、自身に反対する者は片っ端から処刑していった。このような女王にドン引きしたのか、フェリペ2世はほとんどイングランドには近寄らず、結局二人の間には子供が生まれないまま、1558年、メアリー1世は死んだ。その後イングランドでは、
フェアリークイーンと呼ばれたエリザベス一世が即位し、主張法を出してイングランドを再び国教会の国とした。これによって、カトリック教徒であるフェリペ二世率いるスペインと、国教会の主張であるエリザベス女王率いるイングランドは、激しい対立関係となる。エリザベス女王は、ドレイクなどに代表されるような海賊を援助し、主役船として積極的にスペイン船を襲わせた。このことは、スペイン及びフェリペ2世に多大なダメージを与え続けていくことになる。また、フェリペ2世が熱心なカトリック教徒であったことは、別の戦争も引き起こすことになる。オランダ独立戦争の異名を取る、80年戦争である。この戦争は、カルバン系新教徒の多いネーデルラントに対し、フェリペ2世がカトリックを強要したことがきっかけで、1568年に起こった戦争である。戦争は休戦期間を挟みながら、80年もの間行われたことから、80年戦争と呼ばれ、最終的には北部ネーデルラントが、1648年に、オランダが、ネーデルラント連邦共和国として、独立するまで戦争は続くことになる。新教徒を抑え込むために、フェリペ2世は、異端審問官フェルナンド、アルバレス、で、トレドをネーデルラントに派遣し、新教徒たちを、生きたまま次々と火炙りにしていく。その圧政に、立ち上がった男がいた。オラミエコー・ウィレムである。ウィレムは、最終的にカトリック教徒によって暗殺されてしまうが、オランダ独立の英雄として、現在でもオランダで最も尊敬される歴史上の人物に選ばれることが多い。この時期のヨーロッパは、カトリック、国教会、カルバン派、ルター派など、キリスト教勢力同士での争いはあったが、フェリペ2世にとって、最大の敵は、やはり東方のイスラム教国家、オスマン帝国であった。エジプト、バルカン半島、旧オリエント地域、北アフリカなど、広大な領土を持つオスマン帝国は、地中海の貿易を牛耳っていた。この時期、新大陸との貿易はまだ、地中海貿易の利益には及んでいなかったと言われている。ハプスブルク家は、1538年に起きたプレベザの海戦を含め、オスマン帝国相手に実質勝利なしの状態が続いていた。地中海の制海権は取られ、ハンガリーやバルカン半島が制圧され、一時期はウィーンをも包囲されていたが、1566年、大帝と呼ばれたスレイマン一世が亡くなった。しかしオスマン帝国の勢いは衰えず、1570年、オスマン帝国のスルタンであるセリム2世は、地中海に浮かぶキプロス島への侵攻を開始する。これに対し、ベネチア共和国が防衛のための艦隊を派遣するものの、キプロスは陥落し、オスマン帝国領になってしまう。これに危機感を覚えたのが、時のローマ教皇ピウス5世だった。ピウス5世は熱心なカトリック教徒であったフェリペ2世に声をかけ、カトリック教徒で構成される新生同盟を結成。フェリペ2世は、腹違いの弟であるドン・ファン・で、アウストリアを総司令官とする、300隻にも及ぶ連合艦隊を組織し、オスマン帝国との決戦に臨んだ、史上名高いレパントの海戦である。戦いは熾烈を極めたが、新生同盟は史上初の勝利を収めることに成功した。ドン・キホーテ、で有名なセルバンデスもこの戦いに参加し、左腕の自由を失うも、生涯この戦いでの勝利に貢献できたことを誇りにしたという。この勝利によってスペイン艦隊は、無敵艦隊を意味するアルマダの名で呼ばれたとか呼ばれていないとか。どっちやねん。この点については、後でまた説明しよう。勢いに乗るフェリペ2世は、ポルトガル王セバスティアン1世の死に伴い、自身のポルトガル王位継承権を主張し、1580年にはポルトガルの併合を実施する。余談だが、1584年には、黄金の国と言われるジパングから、天正剣王少年使節団がやってきて、フェリペ2世に謁見している。熱心なカトリック教徒の少年たちを見て、フェリペ2世は終始上機嫌だったという。フェリペ2世は気難しい性格だったようで、滅多に笑うことはなく、1572年に起きた、サン・バルテルミーの虐殺において、カトリック勢力によって新教徒が虐殺されたのを聞いて、初めて笑ったという伝説さえ残っている。3
さすがにそれは誇張であるだろうが、フェリペ2世はとにかくカトリックを守ることに必死だった。異端者に君臨するくらいなら、命を100度失う方が良い、という言葉さえ残されているほどだ。1559年には、禁書目録をスペイン中に配布し、指定の教育機関以外での、スペイン人の学習の機会を制限していたりもする。あまりにも厳しすぎたため、先ほどのネーデルラント以外にも、スペイン国内でも反発が起こり、モリスコと呼ばれる、イスラム教徒からキリスト教徒に改宗した者の反乱も起きた。異教徒や異端を生きたまま焼き尽くす、異端審問裁判も活性化し、徹底的にカトリック以外を弾圧し続けた。対外的にはフランスで起きたユグノー戦争にも介入し、カトリック側を支援、名実ともに、16世紀におけるカトリックの名士と言われる存在であった。しかし、それゆえに強大化する新教徒たちとは真っ向から対立し、ついにはイングランドとの間に、決定的な戦争が起きてしまう。エリザベス1世とフェリペ2世は、あらゆる面で相性が最悪だった。両者の対立軸は宗教。エリザベス1世は、即位後すぐに国王至上法と礼拝統一法を発布させ、反対したカトリックの司教2人を投獄してしまった。これに連動して、カトリック教会の司祭225人を免職させ、このうち、英国国教会への改宗を拒んだ123名の司祭を処刑している。なかなか恐ろしいフェアリー、クイーンだ。これにはローマ教皇が大激怒し、1570年にはエリザベス女王を破門、エリザベス1世はこれを逆手に取って、スコットランド女王メアリを、エリザベス1世の暗殺未遂容疑で処刑してしまう。むむむ。当時はまだ、イングランドとスコットランドは統一されていなかったから、今のイギリスとは違う形でね。で、スコットランドの女王メアリー、スチュワートは、カトリック教徒だったんだ。エリザベス1世によるメアリー、スチュワートの処刑は全ヨーロッパ、特にカトリック勢力に大きな衝撃を与え、事件に激怒したローマ教皇は、スペイン王フェリペ2世に対し、エリザベス女王及びイングランドの討伐を命じた。史上名高い、アルマダ海戦の始まりである。歴史を変えてしまった戦い、というのは、人類の歴史において、確かに存在する。1588年、スペインとイングランドの間に起きた、通称アルマダ海戦は、確実に世界史の流れを大きく変えた戦いであろう。レパントの海戦で、最強無敵と思われていた、オスマン帝国海軍を破り、無敵艦隊アルマダを擁するスペインは、太陽の沈まぬ国と呼ばれていた。本国スペインはもちろん、ポルトガル、ネーデルラント、イタリアの諸地域、中米から南米に至る諸地域、さらにはフェリペ2世にちなんで名付けられた。フィリピンなどのアジアをもその領域に含み、領地内のどこかでは必ず太陽が出ている上に、現在のオーストリアやドイツをも支配しているハプスブルク家には、この世の誰も、勝てはしないと思われていた。しかし、イングランドは勝利した。最強無敵のスペイン艦隊を、破ったのだ。イングランドすげー。アルマダ海戦に関しては、レパントの海戦同様、別の機会にがっつり話すが、この戦いによって、大西洋の覇権はイングランドに傾いたといえ、絶頂期を迎えていたスペインは、次第に衰え始めるようになる。さて、先ほど後回しにすると言った、アルマダ、という名前だが、無敵艦隊、を表す、アルマダ・インベンシブル、の名で呼ばれたのは、19世紀以降のことであるという。それも、イングランド側から呼ばれることが多かったようで、あの無敵艦隊を破った偉大なるイングランド軍、といった意味で使われることが多かったようだ。弱い敵より強い敵に勝ったことが重要だものね。ちなみにだが、アルマダ海戦において、スペイン側は戦いで死んだ者より、伝染病や事故で死んだ者の方が多かったと言われている。この戦いにおいてスペイン海軍は全滅に近い、壊滅的な損害を受けたが、対するイングランドはほとんどダメージを受けなかった。まさに歴史の転換点。この戦いは、スペインの没落とイギリスの侵攻、カトリック勢力の減退と、新教勢力の伸長という二重の構造を持つことになる。これ以降、太陽の沈まぬ国と呼ばれたスペインが、世界史の主役になることはなかった。
フェリペ2世は、アルマダ海戦に臨むため、十字軍勢を徴収する権利をローマ教皇から得ていた。十字軍勢？十字軍というと、イスラムとの戦いで結成された軍団のみを指すと思われがちだが、基本的にはローマ教皇の呼びかけにより、十字軍勢を徴収して結成された軍隊だと言える。だから定義的に言えば、アルマダ海戦は十字軍の派遣だったんだよ。そして、ここで税金を取ったことで、スペイン内部には不満が溜まってしまう。さらに敗戦によって財政難になったフェリペ2世は、1590年には新税を導入し、それでも足りないので、貴族の位や領主権を売り出すまでになった。それでも出費を賄えず、フェリペ2世は1596年にはバンカロータ、つまり自己破産をしなければならなくなった。そこに追い打ちをかけるようにペストが流行し、その流行の収まらぬ1598年、大黒柱のフェリペ2世までいなくなってしまうのであった。享年71歳。フェリペ2世はその生涯の大半を、マドリード近郊のエル・エスコリアル修道院で過ごし、膨大な書類処理に追われたことから、書類王、というあだ名で呼ばれていたという。フェリペ2世が死んだ後は、フェリペ3世が後を継いだが、広大な領土を治めるには、殺人的な量の仕事が必要であったらしく、フェリペ3世の力では到底国を治めることはできなかったようで、彼は、タイダ王、のあだ名を歴史に残すことになる。その後もスペインは衰退を続け、さらに、カトリック以外とは結婚してはならない、王族以外とは結婚してはならない、などの制約があったため、スペインハプスブルク家は極度の近親婚を繰り返すようになり、1700年、ついに断絶となってしまうのであった。フェリペ2世の評価は難しい。スペイン全盛期の王であるとともに、スペイン衰退期の王でもある。極端にカトリック保護に傾いたため、新教徒との圧力を起こし、数々の宗教戦争を巻き起こしたせいで、財政的には破綻を起こしてしまい、スペインの衰退を招いてしまった。一方でスペインの中央集権化を図り、世界最大の国にまで押し上げ、世紀の覇者であったオスマン帝国を破る活躍も見せた。レパントの海戦以前、ヨーロッパ世界はオスマン帝国に負けっぱなしであったのだ。それが良い影響であれ、悪い影響であれ、フェリペ2世が世界史に大きな影響を与えた人物であることは、間違いのないところであろう。といったところで今回の動画は終わりだ。チャンネル登録して次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。